Lesson 13, physical layer components. 物理層の部品。どうすればいいでしょうこのレッスンはちょっと短いんですけれども、このブロックの最後なので、後ではクイズとかもありますから。さっきのレッスンで、えっと、漁師中継器、量子リピーターを紹介したんですけれども、それが量子もつれを長距離に作れることができるでしょうね。 で、それがどうやって作るのかは重要なんですが、それがどんな部品とかは必要か。じゃあ、と、この例はありましたよね。えっと、ハードウェアとしては。これが、まあ、ちょっと抽象的なんですけれども、これがいくつかのものが入っているんですよね。まずは、えっと、オプティカルファイバーとしては、まあ、これが、えっと、 必ずオプティコルファイバーではないかもしれないんですが、それも望遠鏡を使ってフリースペースでもできるんですけれども、それが空気を通してすることは可能なんですが、この場合には導波管つまりオプティコルファイバーには例としてはやってますね。それがこの前はやりました。で 真ん中の装置が、これが Bell State Analyzer ですね。この Bell State Analyzer は、えっと、複数の格子、二つの格子が当たると、Bell 規定を測定することはできるんですね。で、それが後でし説明します。そうすると、これが、まあ、ああの、格子が、がえっと、 飛んでる場合には、それがファイバーに,には,にはと動いてる場合なんですけれども、それがとメモリーと,とのつながって、それがメモリーとフォトンの量子もつれになっているでしょう。で、それが、えっと、その持ちたいで、量子ビットが、それが何かのメモリーで,でやらなければならないんですが、それがクワントムメモリーズですね。で、そのクワントムメモリーズにはどういう ことが重要なのか、それが説明します。で、これが、各コンポーネントが重要なんですけれども、どうやって、このものを使ってシステムを作れるのでしょうかね。で、これが、えっと、全体としては、それの成功すると率としては、それがいくつかのことについては、それが、あの、確率が、と、 データレイトには影響しますね。それがもう重要な,なので、それも説明します。で、えっと、このレッスンとしては、まずは,は、えっと、ベルステ s t イ t e a n a そして、メモリーズのことも説明しますけれども、で、これが、まあ、ベルステ s t a t ジメントとか、オプティコ a 工学の場合には、そのベルステ s t a t ジメントにはどうなるのか説明して、そして、メモリーと,としては、えっと、それの要求、それから、まあ、いくつかの、あの、 技術としてはそれが軽く説明しますけれども、それの特徴と弱点を説明します。